松浦さん出ねえんかよ。松浦さん、松浦さん。おめでとうございます。皆様方それぞれですね、ご自分の思い描いた27年、希望に満ちた27年をお迎えになったとことと思います。私も町のテレビも開局いたしまして、22年に開局したんですけども、今年はおかげさまで5年になりました。節目な年でございます。今日の夕刊を見ますとですね、いつも通りなんですけども、空に羽ばたくですね、なんかソーラー飛行機の記事がありましたね。ということはお正月にふさわしいと、空を飛ぶということは、実は私ども、スタッフの福井さんも飛行機、あ、ヘリコプターですね、ヘリコプターを今日今年ですね、作りまして、それで、空撮という記事が出ました。ぜひ皆様、新年にふさわしい記事をどうぞご覧ください、というようなことで今日も生放送でお送りしております。それではですね、まずですね、私ども松戸テレビ局のスタッフの皆さんの今年の抱負などをね、順番にお聞きしたいと思うんですけども、加山さんお願いします。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。今年はですね、善光寺の御開帳がありまして、松代から回向柱が奉納されますということで、全国にですね、真っ白の良さを発信できるような年にできればいいかなと、そんなふうに思ってます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは片木さんお願いします。はい、どうも皆さんおめでとうございます。ございます。今年も頑張ります。よろしくお願いします。それですか。もう一言ぐらいどうですか。いいですか。はい、はい、それでは、はい、坂井さんお願いします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。先ほど福井さんが持ってらしたあの空撮用のヘリコプターね、はい、これもなんか自分もちょっとやってみたいなと思っております。はい、いいですか。はい、はい、それでは福井さん、空撮の、はい、はい、おめでとうございます。早速空撮したんですけど、去年は実は水中撮影もあって、あ、そうでしたね。アップはしてなくて実験的にしたんですけど今年は、はい、空と水の中と表現していこうかなと思っています。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、伊吹さん、皆さんお願いします。はい、はい、おめでとうございます。今年はですね、まあ、昨年に引き続きまして松代の、いろんな情報をですね、やっぱり松代テレビから発信できればいいかなというふうに思っています。なんとか頑張っていろんな人を呼び込んでですね、発信したいなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、清水さん、おめでとうございます。今年は、今までのビデオなんかの、ね、は時間かかりすぎて、なかなかこうアップできないことが多かったんですけど、今年はなんとかもう少し効率よくして、いいものをあげたいと思います。それから、福井さんに、マラソンのことで、たくさん見ていただけるようにっていうなんかあったような気がするんですけど、そのことをもう本当にどういうふうにやったらいいか、皆さんと協力していただいて、なんとかやりたいなと思いますけど、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは日本さん、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、はい、新年あげましておめでとうございます。今もあの空と音楽が聞こえてると思うんですが、今年はあのシステムをですね、かなりシンプルにしてあるもんですから、あの音声ミキサーですとかそういったものを今利用しておりません。VR5 1台で今運用しているわけですが、なんとかあのスタジオ環境をこういったあの BGM 等を含めてもう少し充実をしたいというふうに考えております。よろしくお願いします。はい、ございます。本田さん、お願いします。あ、明けましておめでとうございます。今年もですね、いい映像をですね送りたいと思いますので、皆さん見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。それではですね、私ども松戸テレビでなんですけれども、先ほど冒頭申し上げたようにですね、福井さんを中心ですね、空撮、これはあのだいぶ今年はアップしてくれるんじゃないかと思っております。そのような
空撮とかですね、まあ、水中の中も、アップしてくれるそうなんで、まあ、いろんなあの角度からですね、いろんなアップをしていただきまして、またまた、飛躍の年でありたいと、このように思います。今年も松野テレビをどうぞよろしくお願いします。お願いします。ということで、こちらにね、おいでいただきました。柳沢さん、今日もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。今日はお正月なので、はい、みやびな遊びの当選挙の紹介をいたします。はいはい、この当選挙というのはどのぐらい前からあるんですか？今から240年、あ、だいぶ前の歴史は古いですね。10代将軍の徳川の、ああそうなんですか、家春の時代の頃だと言われております。あ、そうなんですか。どちらでは特に主にはどちらの方でこういうような行われたんですか、当選挙っていうのは。なんか京都で雅な遊びなもので、ね、一般の人はできなかったと思います。あ、なるほどね。それがだんだんとね、江戸時代から明治昭和になりまして、伝わってきたのでございます。で、真っ白へ来たのは、夢空間の総会から忘年会で起きるんですが、会長の小林よしぎさんが松代に持ってきている、紹介していただいたんです。それでは松代発祥の地は夢空間ですか？夢空間です。ああ、そうなんですか。ああ、素晴らしいですね。で、これは当選挙というのはどんな風にしてやるんですか？だいたい、簡単に説明しますと、はい、簡単にちょっと説明をお願いしたいですけど、これが枕、はい、ね、霧の枕ですけどね、はい、でこれが蝶々、はい、でこれが扇子、はい、そこへ距離が1メートル63センチのところから、はい、男でも女でもいいんですけど、選手が分かれて投げて、はい、1回転させてこういう当たって、はい、この折った状態で、折った状態で、あ、これが1点。あ、落ちれば1点。これ乗ると、はい、身を尽くしといってね、11点なんです。いろんな点数があるわけなんですね。1点から50点、はい、それからこつりといって、これはマイナス、やっぱり失敗して倒れちゃうとマイナス20点なんですよ。あ、そうなんですか。いろいろあるんですね。面白い遊びですよね。面白い遊びです。その50点というのはどんな風な50点というのはね、はい、私が会員になってからできたんですけどね、50点なったんですか？なったんです。ここへ乗って、はい、ここへ下がってこれ、はい、手でやってもうまくできないですよ。かがり火って言ってね。これが50点。これ50点です。はあ。ちなみにどんな点数があるんですか？一つだつ。50点。50点。一つだつどんなような、例えば、はい、こんなのはいいですよ、はい、みたいな点数。それから、あ、これを見せて。点数。はい。あ、それが。これが点数。はい。ね、これがこつり、ね。はい。マイナス。これ倒したら20点。はい。で、1点から始まって。はい。これで、ここは、さっきの身を潰すね、はい、最高は考えられるとか、夢の架け橋、はあ、浮き橋ですか、はあ、50点、はあ、だからとても面白い遊びでございます。はあ、そうなんですか、ね、それでは柳沢さん、実際にそちらの方でご用意いただいてるんで、はあ、やっていただいてもいいですか？あ、そちらね、はい、会員さんが来ていらっしゃるので、はい、あ、そうですか、はい、実際に試合方式を、はい、それではぜひお願いします。はい、どうぞ、はい、はいはい、いいですかね。それではですね、当選挙の、はい、信州みすずれ、真っ白支部ですねの皆さんの、今日は会長さんはね、はい、今日つも悪くて、はい、代表になってるんですけどね、うん、今日の代表、今日の代表、はい、私柳沢康です、はい、徳武明夫さん、はい、こちらの方ね、はい、それから浅井利光さん、はい、金沢歌子さん、長野から来ていただきました、はい、あ、 ありがとうございます。それから93歳ですか、93歳、平林孝夫さんです。あ、若いじゃないですか。この5人で今日は、今夜は、あ、そうです、はい、わかりました。で、そうして、うん、この、まあ、大体これ距離とかそういうのはどういうふうになってんの？1メーター63センチっていう決まりで、うん、
それで双方に分かれてやるようになってます、ね、なってるの、はい、でこの赤いあれはどのくらいの、これは1メーターの2メーターぐらいの、で距離はもう大体このくらいのあれで、もう2人でやるっていう形なんですね。そうです。それで扇子を5本持ってて、あ、はいはい、5本投げて、それで終わったら交代して投げる方式でやっており、それで点数が決まるんです。決まる。先ほどの点数表でやるそうです。そうです、そうだよね。じゃあちょっと扇子の持ち方ちょっとやっていただいていいですかね。持ち方どうぞ、花田さん、ちょっといいですかね。で向こうちょっとこういうカメラの方へ、どうやって持てるかって持つ方法を教えて、こういう風になるので、裏を見て、裏を見て、こういうピストル形にして、指をこうして、これに乗せて、親指を添える、なんか難しそうだね。そうなんです。でこんな感じ、はい、それでそれでお膝を左手にあれして、蝶の根元を見て、投げてみて、なるほど。これはこれでどうなるの、点数は。スマって言って6点です。スマってなるの、スマっていう、源氏物語に出てくる人のネーミングなんです。そうなんですか、はい、6点です、6点です。それで、ぜひ拾っていただいて、はい、じゃあ実際に試合やってみますか。やってみますよ ね、はい、はい、お願いします。じゃあ柳沢さん、これでもって審判やりながらちょっとお願いします、はい、ただいまより金沢殿と徳高殿の試合を行います。一度礼、再振りをどうぞ。はい、金沢殿5、徳高殿3、徳高、金沢殿の先行で行います。両者礼、始めませ。点数お願いしますね。はい、構えました。はい、スマにつき6点。薄雲につき8点。手習いにつき無点。あ、これはただ0、はい、0です。こう当たって起こるんだからね。もう少しこっち の金目に当たれば、骨折で下量1点で、はい、花散る里1点。手習いにつき無点。花散る里1点。惜しいですね。はい、浅井さん、おっ、あ、これは末継ぐ花につき3点。花散る里1点。花散る里1点。夕霧につき5点。じゃあ投石を書いてください。ちょっと今いいです、その夕霧って今どういうあれでするとそういう風になるの。この下へ書いた時、はいはい、上へ乗ると夕顔。あ、そういう、後半後藤は、徳武殿の先行です。反対だねんか、反対だねんか、あかん、こっちじゃねえか、あ、いいのか、はい、どうぞ。
夕霧につき5点。花散る里1点。手ならにつき無点。惜しかったですね。動いてんね。花散る里1点。花散る里1点。鈴だけだからダメだね。鈴だけだから1点。離れです。すみません。これはエアース4点。半分より少ないと4点。手の放つよさと残念。手ならにつき無点。花散る里1点。花散る里1点。これにて一石満灯。点数は徳田殿が21点、金田殿の20点、徳田家殿愛勝ち候。礼。はい、ありがとうございました。実際にどうですかね。誰かやります。加山さんどうですか。工部長やってください、ね。はい、こちらが宮坂さん。どうだ、うん、ちょっとやってみて。初めてなので、うん、初めてと同士で。はい、どうぞ。はい、はい、はい、じゃあこれが一応、はい、5枚、はい、ちょっと5枚ちょっと見せてやってください。5枚、5枚です。はい、もうちょっと、もうちょっと前いいよ。5枚ありますね。はい、5枚です。はい、はい、徳竹さん教えてやって。はい、それではこういうのあるんですか。なんか見てる。こういうのあるんですか。徳竹さん、こういうのある。はい、こういうのとこにある。違ったよね。はい、ピストル、ピストル、はい、こうだから左手持ってて、右手は相手、右手は相手、ピストル、ピストル。で、これをね、両手から持ってきて、それから第一関節。あ、第一関節。あ、ここは。こんなところ。ここで指の、ちょうど親指の腹をこの真ん中に持って。なるほど、こういう感じ。それで親指で押すのと、これをスナップと。あ、難しいですね。そこまで行かなきゃ、腕で持って投げる。あ、腕で。慣れてくれば、親指とこのスナップで、これだけで飛んでくる。あくまでいかないから腕まで借りてこうやって投げる。なるほど、はい、親指を押さえてシュッてやる。そうそう、親指でクッと、はい、あ、これ行かないですね。今みたいに見てれば、これでもう押さえてない。あの紙飛行機投げるように上からスッとこう、はい、上から。あ、マジ。これはね、浮いてるから。リーさんはもう慣れてるから、ね、あ、8点、薄みも8点。薄みも8点。こういう時はね、原因で拍手、ね、拍手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 。これじゃダメだ。はい、宮坂さんどうぞ。今の感じで上から相手やる時はもう、あ、ダメだな。もうちょっと上、そして上。はい、どうぞ。あ、よく飛ぶね。なんか、センスいいね。センス。下向けて、下向けて。あ、そうですね。もうちょっと。はい、どうぞ。今度当たる。今度当たる。あ、行き過ぎた。もう下向けて。もうちょっと。じゃあ行きましょう。当てるように。あ、ダメだ。上向けすぎ。下向けて、下向けて。下向けると遠くまで行くから。えらいか。下向けて。下向けて。さあさあ。はいはい、どうぞ。次に交代、交代。次に交代。はい。あ、これは当たった。仮を行って。
ってマイナスいってるんだじゃあ俺がこれでマイナスないと俺の勝ちだな、はい、首の方へ上げてあ、あ、そっかそっかそっか、はい、取ってるからね、はい、ずっと上あ、上もっと上おお、はい、これはみゆきですね。みゆき4点。あ、4点。おめでとうございます。最後ですね。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。宮坂さん、初めて。初めてです。あ、そうか。じゃあ今度私やってみるかな。はい、はい、今度は三田さん。三田さん、これでこういう三田さん、初めてですか。やったことありますか。やったこと1回ぐらい。あ、そうですか。はい、点数を貸してどれだろう。結構ちょっと、はい、持ち方教えて教えて、はい、いや、見たね、添える、はい、添える、はい、親指まっすぐ上やる、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、内側上やる、はい、目とセンスと、そうそう、そうそう、そうそう、はい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 、酒井さん、はい、どうぞ。お、いいじゃん、センス。よく飛ぶ、よく飛ぶ。いいじゃん、センス。あ、もう、次はもう、いいな。はい、どうぞ。ね、交代。センスいいね。これ中心だからね、これ中心。あ、あ、ね、さった。中心を超の。センスの投げ方、センスいいね。そうです、こうなってね。そうです。今の触ってね、センスのやり方って立ってると言ってんだ。ああ、それでね、こうなってるからそういうから、腰曲げて、腰曲げて、もうちょっと近づけて、はい、近づけて、はい、あの温泉場で射的やじゃね、はいはいはい、おっ、おー、うまい、うまい、5点、おお、すごいじゃん、おお、うまい、うまい、先生、すごいですよ、指導がいいね、はい、ああ、飛びすぎ、飛びすぎ、飛びすぎ、若いから、飛び若いから、若いから、はい、そっちもダメで、おうまい、おっ、おっ、いいじゃん、8点、8点、おー、いいじゃない、おー、すごい、薄いもねつき8点、基本的にはね、相手が投げるだけは当たらないんですけど、はい、どうぞ、これから投げてください、腰曲げて、バンティング足、そうそう、これで、スッと、はい、おー、おっ、なった、ちょっと待った。もみじの側でしょ。柏木の木。このね、この要のこの面とかに乗ったから。ちょっと乗ると。いやー、すごい。発展。裏返し。裏返し。持っていきたい。おまい。うまい。あ、これすごい。ユーロン側を突き、5点。5点。下は夕霧、上に乗れるか。ユーロン側を。あんた、何ヶ月の落ちなかったっすか。何回も投げて落ちなかったっすかね。3ヶ月落ちなかったって、この人、はい、じゃあ優秀だ、皆さん。おっ、優秀だ。もみじのが4点。ああ、はい、もう若いね、やっぱりね、把握がいい。おっ、今立ちそうになったけどね、うん、これ入ってない、入ってねえな無理な、みゆき4点、入っていれば8点、センスの下に入ってればいい、中へ入る、アウト、少しでも入ってる、どこでもいいから、ちょっと、ね、腰曲げて、腰曲げて、そうそう、はい、あー、今失速、失速、失速、はい、はい、次だな、どなたか、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、浜田さん、はい、どなたかやってみますか、はい、どなたか、どうだね、清水さん、どなたか、点数足してくれな、点数はい、あ、惜しいね、はい、はい、どうぞ、交代にね、交代に、いつの間にか先生になっちゃったね、皆さん俺先生になっちゃったよ、おーし、いいね、どうぞ、ちょっと親指で押すようにね、おーし、いいよし、どちらが早く落ちるかね、ほんと、
お、惜しい惜しい。惜しいね。惜しいな。裏返し。惜しい惜しい。裏返し。落ち着いて、落ち着いて。おいし、うまいうまいうまい。うまい。うまいね。先生がいい方な。あ、そう。先生がいい方。はい。おお、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 すごい、すごい、すごい、11点、はい、え、まだまだ、まだ、まさしやった、まさし、私のさっきみたいな、はい、じゃあ、しみさんも乗っかるように、反対、反対、裏、そうそうそう、乗るよね、よし、乗っかるように、あー、惜しいな、あんなにお尻上げていけません。ああマイナス、これ今落としたからこっち、あれを1点、マイナス1点、はい、落としちゃいけないんです、落とすると、だからね、あ、絡み当たると落とすの、あ、横に当たるのは、あ、あ、あ、お尻のせいで、こんなに立っちゃいけん、お尻の前、これやったけど、あれは、いや、あれは、あれは、あれは、まあ、あの、今日は負けときます、負けない、はい、今1点、はい、はい、はい、じゃあ、次にかな、誰か、うん、まだいいんかな、あ、これはいいんですか、これはマイナスなんないの、それはゼロ、無点、ああ、それじゃ答えだね、はい、はい、それどなたか、どなたか、お、ダメだ、えなきゃ、はい、どなたかやりますか、最年長者、はい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 、じゃあどなたかあっちで、ニョーマンさんやんない、ああ、片桐さん、はい、はい、いいですよ、足痛い、足痛い人は横にこうやって、はい、はい、どうぞ、はい、え、一層刺身そんなさ、嫌だなって、ああ、惜しい、惜しいね、はい、あ、そうそう、はい、どうぞ、はい、それで、後ろ見てきて、あ、弱い、あ、もうちょっと、ちょっと強くね、強く、軽い飛行機があって、今の感じで僕で、おっ、1点、1点、はい、もう点数まで分かっちゃうな、腰曲げて、ダメダメ、それ押す上から、ちょっと違う、親指立って、うん、親指でこうやって押すんだよ、あ、これで、そうです、そうです、押すんだ、それじゃあ押しちゃうんだ、これダメ、こうやって投げなきゃ、上から、腰曲げてまで、曲げて、なるべく近づけて、それまだ押してる、おい、もうちょっと、もうちょっと上だね、上から投げて、押しちゃおう、押しちゃいだんだん、こそ押しちゃう、紙飛行機飛ばせるようにね、押しちゃう、はい、おー、惜しいね、あと行こうか、はい、どうぞ、おー、おさわり、今、お尻が見てみて、おー、惜しい、あと1センチだね、1センチ下、だいぶ飛ぶようになったね、おー、はい、1点、惜しい、もうちょっと上に、よし、はい、8点、薄雲も8点、よし、あ、減ってる、1点、はい、4点、あ、4点、4点だ、40歳上狙って、ああ、腰もそういう、こうやって投げてんだよ、落としてるからダメだ、お、こうやって投げて、入気4点、上から8点、もっと手上に上げて、大体時間、はい、はい、ありがとうございました、いい、よかった、はい、はい、じゃあもうちょうど時間になりまして、はい、いろいろ遊ばせていただいて本当にありがとうございます、皆さんありがとうございます、はい、ありがとうございます、今年もよろしくお願いします、でもどうなんですかね、会員募集みたいなものやらなきゃいけないですね、会員募集ね、みんな若い人ばっかだしね、ええ、もう少し年寄りも集めないとね、逆に逆だしそうだね、はい、逆だし、そうですね、会員募集ね、マスロジオ優先で流して、うん、募集したら、うん、25、6人来てもらって、あ、そうですか、やったんだけど、うん、
あと来なくなっちゃう。ああ、そうかね。あとのフォローがやっぱり大事だね。そうですね。まあぜひまた会員募集でね、人来ていただけるといいですね。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。たまにはいいですね。いいですね。いや、楽しかったですよ。いや、本当。優美な遊びだって。ねえ。カジャルセンターで優美になっちゃった。あ、よかったですよ。楽しかった。うん。面白かった。面白かったですよ。ぜひまた、これ定期的にいいですね。いい。面白くてよかった。あの、樋口家でね、旧樋口家でね、やってるっていうから、はい、ぜひね、ぜひ今度やりたいな。はい。ところで、お知らせを。これね、なんだっけ。お寄りなして松城っていうのであ、社会福祉協議会、はい、ね、あそこでね、新しい車が入ったっていうので、そうなんですか、うん、これね、1月1日号でちょっと載ってました。あ、そうですか、ね、ご協力ありがとうございましたっていうので、はい、新車が入りました。はい、でこれでもやっぱりね、病院通いだとか、はい、買い物だとか、うん、多分いろいろそういうね、あのお年寄り福祉事業者、ね、そういうこと、そういうこと、はい、福祉に関するものでしたら、はい、そうなんです、ご提供いただくということなんですね。はい、はい、まあそういうことでね、こういったあの1月1日のやつでね、載ってましたんで、これまたちょっとね、はい、見ていただきたいなというふうに思います。はい、はい、まああとなんかいろんなことあればね、はい、社会福祉協議会の方へ連絡していただければね、はい、いいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それで来週の予定なんですけども、来週の予定です。はい、はい、これも来週、あ、宮坂さんじゃないですか、またね。なんか何？楽しいハーモニカとともに、うん。そうなんですよ。うん、若干ね、まあ、うん、もちろんね、うん、来週出ていただけば分かるんですけども、はいはい、目がね、うん、ちょっとご不自由な方なんですけども。あ、そうなんです。すごい上手な方なんですよ。ハーモニカがね、一、うん、回行くとね、すぐに覚えちゃって。うん、私なんかもね、一回お会いしたらですね、うん、もう本当に、私がいろいろしてることをね、うん、全部ご存知でね、うん、もう本当に頭いい方で、ね、うん、感心してしまいました。うん、その方がね、うん、ハーモニカをね、うん、やってらっしゃる、はい、やってらして、うん、でそこでね、いろいろとボランティアですね、うん、ハーモニカの、宮坂さんと同じことやってた。はい、私と同じです、うん、一緒にやってんの。たまに一緒にやってます。たまにやる、はい、あ、そうです。で山木さんとね、うん、いつもコラボ、はい、されてるんでね、うん、山木さんと一緒に出ていただくということで、あ、そうなんです、はい、わかりました。山木さんがいろいろお話ししてくれるということでですね、うんうん、ですから上原さん、これ上原さんって書いてありますけど、上原さんとお呼びするんですね。あ、そうなんですか。上原博さんはい、いただきまして、はい、そして山岸みどるさんとお二人においていただいて、はい、ハーモニカについてお話しいただきたいと、うん、このように考えております。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、じゃあ来週ですね、はい、1月12日、はいはい、お楽しみいただきたいと思います。来週のしゃべくりますをどうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。